Golf Run Subscription T-Rex。 こちら、藤本技工さん、はい、T-Rex ブースの、そうですね、あの隣見てました、そうなんですよ、せっかくね、ゴルフェアに参加したのにゴルフェアっぽいことできなかったじゃないですか、はい、なのでちょっとゴルフェアっぽいことをちょっとだけ体験して帰りましょう、ぜひ、はい、ということで撮影させていただいてよろしいでしょうか。あ、これはちなみにフォローしてください。あ、こういうのが、これはゴルフ、あのアイアンの発祥地ですね。アイアンの発祥地、市川町のここの藤本技工と申します。というわけで、市川町というところが日本で一番最初にゴルフクラブを作った場所になるんです。はい、昭和5年とかそういうぐらいの話なので、そこから徐々に、まあ、広まっていったところ。これは知らなかったですね。いや、全く知らなかった。皆さんはじゃあ市川町出身、当然、いや当然市川町の人ですよね。まあ、一般的なヘッド重量より、まあ、20g 軽いものをちょっと作ったんですね。20g って結構な重量ですよね。だからあの小さじスプーン4杯、分かりづらいわ。これが一般的な、一般的なヘッド重量、ね、一般的なヘッド、はい、でこれそれを、まあ、20g マイナスしたものちょっと持ってもらってください。そんな分かるもんですか、はい、あ、軽っ、え全然違う、全然、本当に全然違いますよ、はい、本当、忖度してません、いやいやいや、これって思うじゃないですか、って思うじゃないですか、はいはいはい、一般的に、まあ、想像されるのは、はい、まあ、当たり負けしやすいとか崩れるんじゃないかっていうことをね、皆さん想像するんですけど、うんうん、全く逆です。あの、うまく出るなって、一晩とか一晩で半から飛距離伸びそうな、7番で200超えますかね。怖っ、夢ありますね、7番で200。7番200は怖いわ。ちょっとじゃあ挑戦させてもらいましょう、はい、あ、これがまず普通のクラブってことですね、はい、すみません、あの昨日言い訳すると昨日薬指怪我しちゃって、待って言い訳するとってまだ何もしてないでしょ。まずは打ってから言い訳してください。よし、行きます、うん、え、これ何番ですか、あのピッチングか何かですか。3度です、3度。あ、3度、ちょうど今グリーン乗せたかったんで。あ、3度、3度ですね。7番じゃないか。ちょっと比較にならないんですけど、ちゃんとやってください。うん、あれ、あ、ちょうどこの音楽流れ出した。ねえ、ちょっと、え、ちょっと待って、趣旨はこのさ、アイアンの性能をさ、そういうことですよね、うん、相変わらず右に行くね。まあまあ、7番、あ、まあまあ、まあ、7番っぽい距離が出ましたね、はい、だからまず持ってみてください。はい、あ、全然違う、めっちゃ軽くなりました、はい、え、まあ、ヘッドでね、こう持ち比べしてもらいますけど、はい、実際にクラブにしてみると、ただ前にあるものを比べるとも全然変わってきますね、はい、これで打つと、ものすごいことが起きると、はい、タクトさん、本当お願いしますね。おい、一旦まず9番で今打ったんで、次は7番で、9番で打ったの、7番で、次は7番やないか。とんだ茶番でしたよ、マジで。時間だけ使って、とんだ茶番ですよ、これ。使うだけ使ってということで、まず普通のクラブか、カズボーイが平均、7番平均飛距離どれぐらいなんでしたっけ。普段大体180から185ぐらいで計算してる。ああ、なるほどね、通常の、はい、通常7番アイアンですね、はい、おー、おー、おー、あー、でもまあ、うん、178、平均ぐらいの飛距離ですね、通常のやつ。本当に軽い、全然違う、振った感じ。おお、おお、すげえ。え、すげえ。ちょうど10ヤードちょい飛びましたね。振った感じ、何が違いますか。軽いので、本当ヘッドを走らせられる。ああ。球が捕まります。プラス息を思いっきり、もう一回打ちたいと、はい、え、すごい、うわ、めちゃくちゃ打ちやすい、うおお、あ、200いく、え、あー、やば、
198。このクラブと違ってめちゃくちゃ抜け感と打感がいいです。ああ、打ってて気持ちいいです。振り慣れたら200も夢じゃない。そうね、明らかに飛びますね。確かにあの、はい、距離全然変わりますね。あります。ああ、すごい変わりました。僕も本当にあの、ありがとうございます。ちょっと練習しましょうね。当たり負けは本当にしないです。あ、球少し軽い分高く出るのかなと思ったんですけど、そんなこともなくしっかり強い球が、あ、スピンもしっかりと入れられながら、もう5センチ近くさっきも入ってたので、ね、飛びながらグリーンで止まってくれるようなイメージが僕は持てました。まさにその通りだと思いますね。軽量のメリットの方がどっちかというと僕らは多いと思ってますので、振り慣れれば振り慣れるほど飛距離も伸びる、無駄な動きをしなくて済むので、まあ、スイングがどん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 良くなってくると思うんですね。まあ、体にまず負担がかかることが少ないので、ラウンド後半の疲れだったりとかっていうのも、まあ、できるだけ軽減できるかなというところ、そういったクラブになりますね。いや、なんか今日いいものを見れましたね、はい、あのなんかあります言い訳的な、あのやっぱり手袋がハイでした。はい、すいません。もはやなんか画面に収まろうともしない感じになってますけど、はい、ありがとうございました。ちょっと貴重な体験をさせていただきありがとうございました。じゃあ最後、あの T レックスポーズというのがありまして、そうなんです、はい、こういうのがあの、せーのって言いますよね、はい、せーの T レックス。